チェボムギュは、韓国の歌手であり、5人組男性アイドルグループ、トゥモロー、エックストゥギャザーのメンバーである。大韓民国テグ広域市出身。血液型は AB 型。ビッグヒトミュージック所属。2001年3月13日、大韓民国テグ広域市に両親と2人の兄の元に生まれる。幼少期から音楽に興味を示しており、ギターを演奏するようになる。学生時代には、 友人と小さなロックバンド組んでいたこともある。2015年、現在の所属事務所であるビッグヒットエンターテイメントの社員からスカウトを受け、オーディションのためにソウルに来ないかと尋ねられた。しかしボムギュは当時試験期間中のためオファーを断った。しかし、その社員は再びボムギュの元へ戻り、ボムギュのためにオーディションを実施すると提案した。翌日のオーディションに参加し、 ヤンダイルの曲、ドントリーブを歌い、練習生として入所した。2019年、約2年の練習生期間を経て、2019年1月10日に、トゥモロー、エックストゥギャザーの結成が正式に発表された。1月21日に、個人イントロダクションフィルムが、YouTube で公開され、グループで5番目に公開されたメンバーとなった。3月4日、ザ・ドリーム・チャプター。 スターをリリースし、正式にデビューした。2020年5月18日、セカンドミニアルバム、ザ、e ・ドリーム・チャプター・エターニティがリリースされ、収録曲、メイズ・イン・ザ・ミラーの共同プロデューサーとして名を連ね、メンバー全員が同曲で作詞、作曲に参加した。ありがとうございます。